S-5M57mm ロケット弾弾頭は、破片流弾 S-5 ロケット弾は、ソビエト連邦によって開発された、航空機搭載型の対地攻撃用ロケット弾である。初期には、アルス -57 とも呼ばれていた。現在は、ロシア空軍や、その他の輸出先の多くの国々で使用されている。多くの状況に対応するため、整形作薬弾や破片効果流弾。 煙幕弾、焼夷弾など、数種類の弾頭が製作されている。これらのロケット弾は、弾頭や新艦にもよるが、概ね全長1.4メートル、重量5キログラム、射程3から4キロメートルである。当初は、ミグ -19 ファーマー用の AS-5、対空並走システムの一部として、1950年代、初頭に開発が開始された。開発試験では、 ミグ -15 ビスファゴットやミグ -17 フレスコに搭載して行われ、1955年1月にミグ -17PF で行われた最終試験で完成した。これらの試験で明らかになったことは、このロケット弾は仮想目標に対しても期待通りの成果を見せることがないということだった。しかし、このアルスマイナス57ロケット弾は、 S-5 ロケット弾として1955年4月に配備された。S-5 は直径 55mm の無誘導ロケット弾で 57mm 口径の発射管により出される。主に攻撃機やヘリコプターによって運用される。鋼鉄製の外角からなる固体燃料ロケットと高性能策薬弾頭、新艦からなる。 後部には延長ノズルに8枚の安定翼が折りたたまれて収納されている。安定翼は発射管に収納中はロケットに貼り付くように収納され、射出直後にスプリングバックによって展開される。飛行中は安定翼によりロケットの回転が安定し、およそ毎分750回の速度で回転する。固体燃料ロケットの燃焼時間は1.1秒で、 この間に300メートル飛翔する。S-5 は各種のロケット弾ポットによって運搬される。最初の発射機は、オロ -57 ポットで、その発生によって4、8や、その中で、最も一般的なのが8発を収納するオロ -57、K で、特にミグ -19 ファーマーによって運用された。その後1960年代初頭には16発を、 収納する UB-16 から57が一般的になった。こちらも航空機やヘリコプター向けにいくつか派生型が開発された。UBE とはユニバーサルブロックを表し、標準的な爆弾用のハードポイントに搭載できることを意味する。57は発射管の直径を表し、ロケットの小道より2ト、mm、ル大きい。最初期型と UB-16 から 57U では先端部に円錐形の先端を持っていたが次の UB-16 から 57D では鈍い先端となった。1968年からは円錐状の先端とその頂点に5本の発射管を備えた UB-16 から 57A の生産が開始される。1970年代には 比較的大型の航空機向けに32発を。ポーランドでは16発搭載のマラスマイナスにランチャーが開発された。1980年代のアフガニスタン紛争において S-25 フロッグフット闇マイナス24ハインドによって S-5 ロケット弾が広く使用されたが効果は低かったと考えられている。パイロットたちはこのロケットは発射後。 チューリップのように拡散し、弾頭は、ムジャーヒディーンのかかとをくすぐる、程度のものだったと表現している。これに対し、ソビエト連邦軍は S-8 ロケット弾のような、より大口径のロケットで代替した。2009年1月6日の日曜日、イスラエル軍は、ガザ地区の民兵から、イランやアフガニスタンでの戦闘で用いられたのと、同系の S-5 系ロケット弾が発射されたと、 確認した。J-6 ファーマーの翼かハードポイントに装備された、8連装ポットのオロ5 7 k ミ i 二2 1の翼かに装備された、16連装ポットの UB-16 から 57N プリム -6 ビスに搭載された、16連装ポットのマラス -2 ス -20 の翼かに装備された、32連装ポットの UB-32 ありがとうございます。